Thank you.
とうございます。モンティ作曲のチャルダースという曲でした。有名ですよね。バイオリンとピアノの曲として有名なんですけれども、今日はちょっとピアノのためにアレンジしてお届けしました。それではここからの MC は私の相棒の北野真理子さんとお届けしたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、北野真理子と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。私たちはいつも2人でコンサートをしているんですけれども、先ほどのようなちょっと不真面目でふざけた演奏もしつつ、真面目な演奏もねたまにはしております。はい、でいつもはねもう少しこう会場ちっちゃいんですけど、今日は大きいですね。広いですね、はい、700席だとか、はい、そして素敵なピアノも2台並んでおります。はい、途中から2台になったのでお分かりだと思いますけど、迫力がやっぱり倍になります。それとピアノの蓋が完全に取れた状態というのも2台ピアノの時にしか見られない光景かなと思います。北野さん、なんだかちょっと緩い MC ですけど、私たち今日はここから真面目なんですよ。そうです、分かってます。今日はもうここからはふざけられません。はい、はい、ダメです。はい、はい、頑張りましょう。はい、はい、では次の曲、すみません、失礼いたしました。私たちは大学同じ出身でして、同じ先生についております。でこの度その尊敬する先生と共演できるということで、とってもとっても光栄ですごく嬉しいことなんですけれども、私たちの心情分かっていただけますか？めちゃくちゃバクバクです。はい、はい、あんまり喋るとどんどん緊張が上がっていくので、そろそろ始めませんか？はい、行きましょう。はい、曲はモーツァルト作曲の2台のピアノのためのソナタです。では奥村先生をお呼びいたしましょう。皆様拍手でお迎えください。
回のピアノのためのソナタでした。ありがとうございました。先生中央でいいですか。はい、ありがとうございました。内藤さん、はい、緊張するの一つ終わりましたね。あの先生めっちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。はい、内藤さんはね、緊張すると言いながらいつも本番一番楽しそうに弾いてるんです。羨ましいです。でもこの方、あの先生のレッスンを受けるときが一番緊張してるんです。はい、ね、はいはい、まあ、私もなんですけれども。はい、でもね、そのレッスンが終わって、そのドキドキがね終わった後に先生がよく聞いてくださるんです。あんたらお腹減ってないって。でそれと一緒に出てくるのが先生手作りのアップルパイなんです。めちゃくちゃ美味しいです。お店のと同じぐらいとかそれより美味しいです。あ、私ついこの間もこれぐらいの3切れもいただきました。なんだか胃袋つかまれてるみたいな話ですけれども、あの次の曲へ移りたいと思います。私たち本当に先生からいろんな音楽をあの学んでいるんですけれども、皆さんにぜひ先生のスペインの曲を聴いていただきたいなと思って次の曲を選びました。はい、私たちあのコンサートでよくスペインの曲演奏させていただくんです。大好きなので。でもコンサートで弾くとなると先生に一度聴いていただかないといけないんですね。でそれ聴いていただくと必ず先生がおっしゃることがあるんです。スペインの曲やのにほにゃららが足りひんなって言うんですね。先生今日はこんな大勢の方たくさんいるんですけれども、私たちに足りないものばらしてください。お願いします。一言、おいろっけ。はい、ありがとうございます。あの私たちの永遠の課題なんです、お色気が足りないんです。ありますでも今日は先生がいらっしゃるので心強いです。演奏する曲はインファンテ作曲アンダルシア舞曲から2曲お届けします。どちらもあのこれぞスペインっていうのがもう聞いただけでわかるような素敵な曲です。それでは2曲続けてお聴きください。